君は時の涙を見る。はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアご紹介していきたいと思います。もうすでにね、目の前にあります。はい、今回はね、プレミアムバンダイ専用商品、アルティメットメカニクスユニコーンガンダムということでね、こちらがどういうものかっていうのなんですけれども、まあ開ける前にね、ぶっちゃけちゃうと、ユニコーンガンダムの形をしたガチャガチャマシンです。はいはい、まあね、これは見てもらえばわかるかなと思いますんで、まずね、箱の状態からね、見ていただきましょう。はい、じゃじゃんとね、はい、箱の外観めちゃくちゃかっこいい。いや、すごいね。まあもうね、このイラストめちゃくちゃかっこいい。結構大きいね、こう手と比べても。ずんすごい大きい。で、横ね、はい、もうシンプル、シンプルイズベスト。で、裏はね、どういう感じかっていうのをね、もうすでに載っけてありますね。はい、はい、という感じなんでね、どういう風なものかっていうのがね、分かったかと思います。はい、早速ね、じゃあこの箱からね、どういう状態で入ってるかっていうのをね、見ていきましょう。はい、箱から出したらね、もうこういうね、卵パックみたいなのに入ってましたね。いや、すっごいね、ブリスターかと思ったら、なんかすごいちゃんとした梱包ですね。はい、まあそこら辺は精密機械っていう感じで取っていいのかな。はい、で、あとこちらね、紙類、まあこれは取扱説明書みたいなやつですね。はい、組み立てとかはあるのかな。はい、ではね、これをパカッと開いてみましょう。はい、皆さん、めっちゃね、平たかったですね。パンって感じでした。なんかね、細長かったね。もっとこうごついのかと思ったら、結構シャープでした。スタイリッシュ。はい、で、特徴的なね、まあ、コックピットっていうんですかね、コックピット兼カプセル、はい、これが付属してます。はい、で、こちらはリモコンですね。はい、あの操縦席のね、コントロールみたいなコントロール型リモコンですね。はい、ブリスターからね、取り出してみましょう。まあ、あのブリスターといってもね、ブリスターかませてあるの頭部だけですね。下はビニールで包まれているだけです。はい、では早速こちら開封しちゃいましょう。